吉田さん、私ね、10代の頃って、なるべくいい大学に進んで、その後なるべくいい会社に勤めて、で、出世すれば、人生安泰だよと、65歳過ぎたら第二の人生で好きなことできるよっていうふうにね、教わったんですよね。教わってそれを信じて真に受けて、それをやった結果どうなったでしょうか。時代が変わって、大学に在学中に世の中不景気になって、バブル吹っ飛んで土地の値段だだ下がりして、株価はどんどん下がっていって、天変地異が起きて、ニッチもサッチもいかなくなりました。で、起業すると儲かるよっていうふうにね、ある IT 起業家が言ってたんで、じゃあ俺も起業しようかなと思って起業しました。一回も黒字になることはなかったですね。何なんだこれは。世の中が悪い、時代が悪い、タイミングが悪い、何なんですかねで、いろんな選択肢の中でそれを決定したのは誰なんですかっていうことと、誰の言葉を自分が信じたのかってことなんですよ。脅されてそうしろって言われたわけじゃないですよね。ある成功者の一意見、もしくは大多数の人の妄想、これに乗っかったのは自分なんですよ。つまり自分の考えでなくて誰かの考えをなぞったんですよね。その結果、結果論としてうまくいかなくなったら、言ったやつのせいだとかね、常識のせいだとかね、そんな風に思考回路がなってる限りはずっとうまくいかないでしょうね。で、私はですね、じゃあどうするっていうことが大事だと思うんですよ。ダメージ受けちゃった、じゃあどうすると。借金負っちゃった、500万の借金だとかね、1000万の借金だって落ち込む気持ちは分かりますけども、じゃあね、いくら稼ぎたくってその道に入ったんですかと、500万とか1000万で潰れるような、そんなマインドだったんですかってことですよね。だって人生トータルで2億3億稼ぐと思えば、500万1000万の借金ってダメージですかね。むしろ必要経費ぐらいじゃないですかね。で、ましてや私たちネットで起業しようとする人は、あわよくばね、億っていう金額を1本1億円みたいな感覚で何本稼ごうかなみたいな、そんな感じなんですよ。3億5億10億みたいな感じで数えていくんですよ。じゃあスタートラインで300万やられました、500万やられましたね、そんなレベルで結末づいちゃうんだったら、それはね、儲かんないですよ。だって億を狙ってるのに500万とか痛いですかね。30万とか高いですかね。もうましてそういうことなんですよ。最初の出費、私も40万ぐらいクレジットカード2枚で払ったと思いますけども、先の儲けのことを考えたらこのぐらい払えるなと思ったんですよ。で、払った以上は絶対に元を取ろうと思いましたね。そしたら最初の1ヶ月で大きく元を取れたわけですから、それこそ万々歳なわけですよ。こういうふうにマインドセットがね、支払いっていうふうに感じるのか、経費っていうふうに感じるのかだけでも全然違いますし、やっていく以上はうまくいかなくって結果的には失敗するとか騙されるってこともあるなと、それも込みで俺はこの道を行くんだっていうふうに決断すればいいわけなんですよ。っていうか決断してたはずなんですよね。で、信頼した方に騙されちゃうっていうこともあると思いますし、信頼してた方がその方自身も勘違いして悪意なき、失敗っていうのに巻き込まれる可能性もあります。でもそれも全部誰も変われない自分の人生ですからね、それも込みでやっていくしかないと思いますし、むしろそういうエピソードをバレにして進んでいけるんじゃないかなと思うんですよ。すべからく一定の成果を出した人って自分の失敗談を楽しく語りますよね。要するにその失敗が自分の経験になり財産になるっていうふうに本当の意味でね、踏み台にしたと思うんですよ。でも失敗のまんま潰れる人っていうのは、その体験を踏み台にするどころか、自分が誰かの踏み台にされて終わりっていうことなんで、結局敗北者ってことになっちゃいます。ですんでね、厳しい世界ですけども、冷たく言えば今回のようなことになります。優しくあったくあったかく言えば言うほど、泥沼に入った人を慰めてさらにね、叩き落とすことになると思いますんで、やっぱりね、ある程度厳しいメッセージには耳を傾けた方がいいのかなと思いますね。最後に一言言わせてください。マトリックスアフィリエイト、ズッキューン。騙された騙された、金返せ。